ふるさとでしこ名にもあります。長崎県は平戸市出身、境川部屋の平戸海が見事に関取昇進を果たしました。切符のいい相撲が光る21歳。では平戸海関インタビュールームに来ていただいています。じっくりお話を聞くことにいたします。高木アナウンサーです。では新十両平戸海関にお話を伺います。新十両おめでとうございます。ありがとうございます。今6日間取り終えて2勝4敗という成績で、この新十両の土俵はどうですか？最初は緊張逆にしてなかったんですけど、やっぱ慣れてくるにつれてなんか少しずつ緊張してきましたね。中盤に入ってから、はい、どんな部分に緊張を感じてますか？最初はそのなかなかその流れとか慣れなくて、そっちの方にばっか考えて相撲のこと考えなくて緊張しなかったんですけど、流れに慣れてきたら相撲のことをずっと考えてたらだんだん硬くなってきた気がしますね。画面ではプロフィールもご紹介しています。長崎県の平戸市の出身、ご当所での新十両です。自然豊かな平戸市の紐差町の出身です。平戸からは22年ぶり、境川部屋からは11年ぶりの新十両です。この2勝4敗という成績についてはどんなふうに感じていますか？あまり良くはないと思ってますけど、これからまた気持ち切り替えて頑張りたいですね。では新十両の初日ですね、白星を飾りました、その相撲内容もご覧いただきます。相手が同じ新十両の朝乃若関でしたけれども、内容どうでしたか？そうですね、落ち着いて取れたと思います。素晴らしい立ち合いでしたね。はい、自分が取りたい相撲を取れたんでしょうか？そうですね、もう聞いてきたところもついていこうと思ったので、もう考えた通りで取れました。そしてこれ地元からの応援だったですか？はい、中学校まで教えていただいた監督が応援に来てくれました。そうですか、はい、そして内緒でお母さんも来ていたそうですね。そうですね、はい、来てくれました。いつ知ったんですか？部屋に帰ってから連絡が来ました。それは関取に知らせないようにしていた？そうですね、硬くなったらダメだから伝えてなかったと言われました。お母さんにいい相撲を見せられましたね。そうですね、良かったです。さあそして化粧回しもご紹介していこうと思います。まだですね、今場所披露していない化粧回しではあるんですけれども、これ平戸の講演会ですね、はい、もうできて、はいはい、そして地元の平戸大橋と平戸城が描かれていますが、それぞれこれ思い入れのある場所なんですよね。そうですね、もう平戸城の下でに土俵があるんですけど、そこで相撲の大会よくしてましたね。平戸大橋も、平戸大橋もよく週に1回は通ってました。週に1回通っていた、はい、そうですか。これはいつぐらいからこうつけて土俵に上がろうとしてますか？中日からつけようと思ってます。そうですか、はい、そしてもう一本化粧回しがありまして、こちらは部屋がある足立区の講演会からの化粧回しになります。はい、町火消しの旗印のものですね。はい、部屋からも11年ぶりということで、はい、この足立区の応援というのはどんなふうに感じてますか？いや、もういろんな方々から応援していただいて、もう力になっていると思います。部屋からも11年ぶりの新十両というところで、そのあたりの声も大きいですか？そうですね、その応援に応えられるように頑張りたいです。では、幼い頃の写真もですね、ご紹介していこうと思います。はい、はい、こちらが、小学校3年生の時、相撲を始めたのが小学校1年生、紐差し相撲クラブで始めたというところで、はい、これ一緒に写っているのは鳴門部屋の元三段目力士坂尾さんですね、が指導しているというところで、はい、相撲を始めたきっかけは何だったんですか？小学校1年生の時に、体が結構大きくて、一個上の先輩のお父さんが、相撲やらんかって誘ってくれました。そうですか、はい、そして次の1枚ですけれども、
小学校から相撲を始めて、全国大会にも出場していました。大相撲を意識していたのはいつぐらいの時だったですか？この時は小学校5年生はまだそんな考えてなかったんですけど、はい、中学校入ったぐらいから少し考えてました。そしてもう一枚が、ちょうど平戸市の中部中学校で、そして全国大会にも出場しましたけれども、境川部屋に入門を決めた理由としてはどういう理由だったんでしょうか？武隈親方の取り口に憧れて。ああ、そうですか。はい、あとたくさん力士がいて、いろんな方と稽古ができるなと思って。はい、都道府県大会でも境川部屋に宿泊をしたこともあって、はい、親方からも声をかけられたそうですね。師匠から、はい、声をかけていただいて、かっこいい親方だなと思って入りたいと思います。実際入ってみてどうでしたか？やっぱり想像以上に稽古は厳しかったんですけど、もういろんな勉強とかさせていただいて、境川部屋入ってよかったなと思います。はい、ではここでは一旦総合テレビではニュースをお伝えします。となりましたけれども、この期間というのは関取どんなふうに感じていますか？早く感じました。早く感じた。この新十両につながった要因というのはどんなふうに考えていますか？やっぱり稽古もたくさんできてましたし、気持ちの面が入門した時よりも全然強くなったと思います。どんなふうに強くなったんですか？その相手にビビったりしなくて、もう気合で、そうですね、気合がだいぶ入るようになりました。境川部屋はですね、今年4月に響龍さんが亡くなって、暗いニュースもあったと思うんですけれども、どんな報告ができましたか？いや、もう本当に関取上がって、一緒にご飯行ったりしたかったですけど、いい報告できてよかったなと思います。新十両決めた後に部屋に電報が届いたそうですね。そうですね、もうびっくりしたんですけど。響龍さんの名前で届いたんですか？はい、いや、嬉しかったです。どんなことが書いてあったんですか？十両昇進おめでとうございますって、遠いところから応援してますって来ました。そうですか。はい、それはご家族がおそらく送ってくださったんですかね？はい、そうだと思います。どんな気持ちでした？いや、なんか、めちゃめちゃ嬉しかったです。そうですか。はい、平戸海関のインタビューはまた続きこの日です。では、師匠にですね、関取についてお話を伺っていますので、その VTR をご覧ください。田舎の素朴なお兄ちゃんが現在にもうそのまんまな感じじゃないですか。関取衆、親方衆ね、ぶつかり稽古でもね、本人を苦しい中よう頑張ってますよ。部屋に与えるこの影響というのはどんなふうに感じてますか？同年代のね、やっぱりこう人間が多いんで、内心みんな悔しい思いもしてると思うし、ただね、悔しい思いしてても平戸海ほど稽古してないから悔しがる資格もないと思うんですけどね。はい、15歳で入門してきて、そういう一途な姿勢というのは変わらないですね。部屋にとっても私らにとってもね、やっぱり今年はそういう辛い年だったんでね、やっぱりこう年の納めの九州場所でね、関取が誕生したのは部屋としては喜ばしいことだと思っています。誰よりも稽古しているという話がありまして、そしてこれ、あれ、取り組みはですね、関取の取り組みを師匠がこう見てるんですよね。ご存知でしたか？はい、分かってました。そうでしたか。はい、普段どんなふうに、声をかけられて指導を受けてますか？いや、もう稽古はしてるんだから自信持っていけって、はい、毎回言っていただいてます。今磨いている相撲はどんな相撲ですか？馬力のある前に出る相撲もですけど、やっぱり自分 の左前に沿って中に入って寄り切る相撲ですかね。師匠も誰よりも稽古しているという話もありましたけれども、どんなふうにこう高めていきたいですか？もう初心の心忘れず、またしっかり稽古していきたいです。最後に今場所どんな相撲を取っていきますか？そしてどんな力士になりたいですか？はい、気持ち切り替えて、
勝ち越して師匠にお喜んでもらえるように頑張りたいです。今日は新十両インタビュー、長崎平戸の出身境川部屋の平戸海関にお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。